おはこんばんちは。今回は神コスパで爆津屋の洗車方法です。車両はスズキの MR ワゴンです。1ヶ月ぶりの洗車になります。砂ぼこりや融雪剤で汚れています。撥水力も全くありません。シャンプー洗車から始めます。早速神コスパ、爆津屋洗車を始めます。最初に、ダイソーのシリコンスプレーを使います。ボディ全体に、シリコンを塗り伸ばしていきます。ガラスは、シリコンだけで仕上げます。続いて、コスパの良い、クルザードの輝く、簡単ワックススプレーで仕上げのコーティングをします。成分には、シリコンが含まれています。そしてこの商品の良いところは、カルバナローが含まれているところです。映像でもわかるくらいのツヤ感が出ています。似たような商品が他にもあります。シリコン洗車の仕上げに使うと、ツヤが増し、シリコンのムラのない綺麗な、ボディに仕上がります。雪が降ってきました。外気温は3度です。雪を利用して、撥水性を確認してみます。撥水力はそこそこですね。繰り返し洗車すると、シリコンも安定してくると思います。ツヤ感は、とても良いと思います。この動画が良かった、ためになったと思う方は、チャンネル登録、高評価してもらえたら、とても嬉しいです。ではまたお会いしましょう。